狂気の戦、見るがいい。全ては諸葛亮の思惑通りに進んでいた。劉備は益州を制圧し国を得た。以後天下は劉備の職、曹操の義、孫権の語に分かたれる。諸葛亮の秘策、天下三分の計がここになったのである。この状況下で三国の中央にある慶州の重要性は増していく。その領有権をめぐり悪化した蜀呉の関係は魏の漢中侵攻で一変。劉備は孫権に和睦を申し入れ、慶州の東側を返還する。そして返還の見返りとして魏の合肥攻撃を依頼。呉は約定通り合肥を攻め、慶州は一時の平穏を得た。慶州の安全を確保した諸葛亮は公中らを連れ魏との戦いに挑む。決戦の地漢中の定軍山で諸葛亮は実感していた。誰もが幻と思っていた陣の世がすぐそこまで来ていることを。陣が丸見えじゃわい。敵にもやるやつがおるこの距離じゃまず届かぬ。わしほどの使い手でノーティアだ。漢中を制すればまだ若い諸国の国も安定しや。若い者の面倒を見るのは年寄りの義務じゃからな。味方はいねえぞ。味方だ。
敵が集まってる。行くじゃねえか。でそんな行くじゃねえか。Yeah!
さあってどんな感じで突進するの。ブエーラ別脚先に勝利がある。次こそは我が知略でお前を倒す。
こまで。私が命を落として作ったクエーラペン客ウエーラペン客おとりも楽ではない。足だけは早い男よ。曹操は去りましたか。自分はおとりとのたまよった。とんだ負け惜しみじゃ。それならばよいのですが、まさか関羽だろう。